それではこれから、自然言語処理研究室の多田が、この表題の論文について紹介させていただきます。この論文は EMNLP の、ワークショップの論文になります。まず、この論文は、センテンスエンベディングを解釈したいというものがモチベーションになっています。ベクトルを、スパースにする手法と可読性の評価、可読性、まあ評解釈性の評価の手法をの2つを、提案しています。また、デンスなベクトルよりも解釈性が、増加したということを確認した論文になります。まあ、一部繰り返しになりますが、解釈性と、解釈性を求める上で、解釈性とスパースな、ベクトルの表現っていうのは関連性があるっていう先行研究がありまして、これまでの研究では、ベクトルのスパース化には、2つのアプローチがありました。で、1つが、まあ、ベクトルを生成して、後処理をするっていうのと、ベクトル生成時に、まあ、その生成するときにもスパースなものにしてしまう、モデルの中でスパースなものにしてしまうっていうものがあります。で、この論文では、スタンダードなセクトゥーセクを使って、さっきの、1個前の2つのアプローチですね、上が、まあ、書いてある通りなんですけど、エンベディングのポストプロセッシングで、スパースなベクトルを作るっていうものと、下がモデルの中で、スパース化するというものになります。で、下のモデルの中でスパース化する際に、2つの、K スパースというものとスパースマックスというもの、2通りで、実験を行っていきます。で、まず1つ目の、ポストプロセッシングの、内容については、まあE が、スパースなベクトルになりまして、それが、2000次元のスパースなベクトルとするんですが、元の、作られた、ベクトルがこちらの Z で、Z500 次元のものなんですが、これを、まあ、この通りなんですが、スパースなベクトルとしていくというものになります。で、この時に、E が、まあ、スパースなベクトルで、U が、まあ、ディクショナリーオブアトムファインドイン Z で、この E と U で、まあ、Z 表現していくという形になります。で、2つ目の、モデルの中で、スパース化するというものは、オートエンコーダーの、まあ、エンコーダーとデコーダーの間に、スパース化レイヤーを入れて、デンスなベクトルを、まあ、スパースなベクトル E に変換するというようなふうに学習をしていきます。で、こちらの上の、先ほど2通りやるって言ったんですが、1つの、K スパースっていうのは、K が、0でない、ベクトルの数ですね、2000のうちの0でないベクトルの数で、それを固定して、スパース化するっていうものになりまして、で、下の、スパースマックスは、まあ、ソフトマックスの応用で、スパースな確率分布を介してそれを使うというものになります。 K の値が K スパースと比較して固定というのをしないので、各分の特徴を柔軟に取れるというような手法だそうです。で、実験として、まあ、上がトレーニングの内容になります。で、データは、こちらの2つを使いまして、上が、すいません、映画の、対話コーパスだそうです。全部で、500キロあって、で、まあ、バリデーションとテストに、50キロずつ使うというのになります。で、下は、画像に対する、説明文をつけた、確か5、すいません、画像に対して説明文をつけたものになるんですが、まあ、ここでは、まあ、画像は使わないので、テキストだけでやります。で、上のものの方が、まあ、映画なので、なんていうんですかね、ドメインの、網羅性が高いっていうものだそうです。で、まあ、定量的
で、まあ、自動的な評価をしたいということで、こちらも提案書になるんですが、トピック内の単語対の平均単語距離を利用するあのトピックコヒエンスっていうのが、先行研究でありまして、これをベースにして、でトピック内の単語じゃなくて今回はベクトル内の次元であのランキングをして、その上位を使うっていうようなものを作ったことをしています。でまあ合わせて、まあ、まあそれにあの対してってわけではないんですが、全部の、非ゼロの次元を考慮した場合をの比較として、まあ、ランダムに、ランキングではなくてランダムに選定して、まあ、コヒーネスを求めるっていうことも、合わせてしています。で、この XDP っていうのが、まあ、X ベクトルの D 番目の、ベクトルが、まあ、D 番目のベクトルが P に来たっていう形の表あのものになります。で今回、類似度計算をする手法として、3つ使う形になりまして、まあ、1個目がジャカード、シミュラリティで、2つがバックボアーズシミュラリティですね。でこの、見て3つ目が、WMD シミュラリティで、これが、ワードウンバーズディスタンスっていうこちらのもの、2015年に発表されたものとして、ワードツベック利用した、ドキュメントの距離を測る仕様になります。で、そうですね、で3つ目の方が、まあ、意味的な保持性というか、意味を加味したあの距離あシミュラリティの評価ができるようです。で、実験を行って、まあ、この後いくつかあるんですが、1つ目として、まあ、そのスパースなベクトルを使って、文を再構成した時にどのような影響があるのかっていうのを見てます。オートエンコーダーでちゃんと入力文が出力できるかっていうものになります。で、内容としては、まあまあ考えられればすると普通にというか、考えたらそうなるかなと思うとは思うんですが、スパースになるにつれて、まあ、やっぱ結果が悪くなってしまう、まあ、ただ、文法と関連したトピックという面では文法とすいません関連したトピックという面では、まあ、上下の文でうまく生成はできているんではないかということでした。で2つ目は、まあ、ハイランクドサンプルですね。さっき言った上位を使うっていうものになります。各ベクトルで上位となった値を使用して、いる、ものになります。で、まあ、この類似度を見て類似度の高いものを見ていくと、まあ、なんていうんですかね、まあ、これだとすいません失礼しました、モーターサイクルとか、トレインとか、まあ、人が乗るようなものが取れてきているっていうような類似した、要素は、取れてるよねっていうような結果となったそうです。なっていました。で、まあ、定量的な評価として実験を行った結果が、こちらです。で、左があのランキングで、トップ10を取ったものと、まあ、ランキング関係なくランダムで取ったものの結果になります。で、スパースに、スパース性の高い、ベクトルでも、まあ、15から20あたりでは、まあ、ちゃんとシミュラリティが取れてるよねというような評価をしていました。で、これを、まあ、これまでは、
実タスクではなかったので、これを今回あの別の実際のタスクでやってみようということで、感情分類のこちらですね、セントイバルフレームワークを使っての中の、ムービーダイアログスだけ使って、実験を行っています。で、今回これで実験を行って、やっぱりあの一番上が、スパースなベクトルに対して密な、ディテンスなベクトル、普通の、バードエンビディングですかね、500次元のものを使った結果が一番上の、行になります。でやっぱり、密なベクトルの方が強いっていう結果にはなったんですが、まあ、一部スパースでも、まあ、太字になっている部分あのいい結果は得られたっていうような、結果となっていました。で、まあ、ディスカッションで、まあ、いい解釈性は取れたけども、文の再構築では、やはりうまくいってないよねっていうのがあるということでした。また、スパース性が高いと各文書の共通的な要素っていうのは得られるんですけども、やはりあの特徴的な部分っていうのがスパースにしたことによって情報が落ちているっていうことが、結果が得られました。また、分類タスクでの応用では、やはりあのデンスなベクトル、今まであの一般的に使われているものの方が性能が良いっていうことが、まあ、これは確認、おそらく確認にはなると思うんですが得られています。でまた後処理とモデル内でのスパース化、あの2つやったと思うんですが、モデル内での処理の方が若干ですが、まあ、いいんじゃないかっていうことでした。でスパースレイヤーで情報値があるので高いロス値となってしまうっていうのも触れていました。でまあこちらのモデル内の方は、モデルがちょっと複雑になるため、まあ、後処理とどっちを使うかっていうのは、まあ、その臨機応変にではないですが複雑性とトレードオフになるっていうような、関係性があるようです。でまた、スパースマックス、さっき2つやった、下の方ですね、すみません。で、スパース性を固定しなくても、スパースの定数 K を K スパースで扱ってたと思うんですが、あのスパースの、要素の数を固定してないので、あの文に対して、文の特徴を取るのに、まあ、柔軟、より柔軟じゃないかっていう、まあ、より、柔軟に、対応できるようになったよっていうのを触れていました。まあ、結果としまして、まとめとしまして、まあ今回の論文で、まあニューラルネットワークの中間表現っていうのはやっぱりあのこれまで通り基本的には理解が難しいけども、解釈性は得たいよねっていうので、まあ得ることは重要で、スパース化によって情報が落ちてしまうけども、あすいません、スパース化によって情報が落ちてタスクの精度も悪くなってしまいましたが、まあ、スパース、分ベクトルの、解釈性という意味では今回この論文で、まあ、解釈性は増したと言えるんじゃないかっていうことでした。でまた、評価手法では、人間の、直感的な理解に沿った、スコア付け、まあ、スコアが、先ほどすいません触れなかったんですが、スコアが、その、類似度によって付けられていたんですが、それが、人間の直感に、より近い評価手法、自動的な評価手法が、できる、提案した、評価方法でできるよねっていうのに触れていました。また、ディープラーニングモデルを理解する、まあ今後、ヒントとなるようなものになるんじゃないかっていうふうに結論付けていました。以上で発表を終わります。